私たちは、犯罪を報じるマスメディアが、犯罪に対する社会的な影響を持つことをよく知っています。報道によって、犯罪者にとっては有名になり、犯罪が成功するために必要な情報や技術が公に知られることがあります。一方、視聴者や読者にとっては、犯罪が身近なものとなり、恐怖や不安を引き起こすことがあります。したがって、素人の犯行で盗むことに成功した手口をテレビで放映することは、社会的な問題を引き起こす可能性があることは否定できません。具体的には、以下のような影響が考えられます。第一に、テレビで犯罪を報じることによって、犯罪者にとっては有名になる可能性があります。特に、犯罪が成功した場合には、犯罪者が悪名高い人物として取り上げられることがあります。これは、他の犯罪者たちが手本とすることを促すことになり、同様の犯罪が増加する可能性があります。第2に、テレビで放映された手口が公になることで、犯罪者たちが犯罪を計画する際に有利になる可能性があります。犯罪者たちは、放映された手口を参考にして犯罪を計画し、成功する可能性が高まることが考えられます。このように、放映された手口が、犯罪者たちにとっては、ノウハウとして役立つことがあるため、同様の犯罪が増加する可能性があります。第3に、テレビで報じられた犯罪が視聴者に与える影響も懸念されます。特に、犯罪が身近なものとして報じられることで、視聴者たちは恐怖や不安を感じることがあります。また、犯罪が成功することが報じられることで、社会的な価値観が揺らぎ、視聴者たちが犯罪に対して寛容な態度をとることがあるため、同様の犯罪が増加する可能性があります。以上のように、素人の犯行で盗むことに成功した手口をテレビで放映することは、犯罪に対する社会的な影響を引き起こす可能性があることが示唆されました。そのため、報道機関は、犯罪報道に対して責任を持つ必要があります。報道機関は、犯罪報道を行う際に、以下のような配慮が必要です。第一に、報道内容が犯罪者たちに有利になることがないようにすることです。具体的には、犯罪者たちが使用する可能性のある手口や技術などの詳細な情報を報道しないことが必要です。第二に、報道内容が視聴者や読者に与える影響を考慮することです。具体的には、犯罪が身近なものとして報道されることがないようにし、視聴者や読者の不安感を軽減する配慮が必要です。第3に、報道内容が社会的な価値観に沿ったものであることを確認することです。具体的には、犯罪者たちに対して厳しい姿勢を示す報道や、犯罪が許されるものではないという社会的なメッセージを伝える報道が必要です。以上のような配慮を行うことで、報道機関は犯罪報道に対して責任を持ち、犯罪が増加する可能性を軽減することができます。一方で、報道機関だけではなく、社会全体で、犯罪に対する厳しい姿勢を示すことが重要です。社会的な価値観が犯罪に対して厳しいものであることが犯罪を減少させる一つの方法となります。